皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、企業開業するときには絶対に知っててほしい経営戦略と戦術の違い、そしてその実践方法ということについてお伝えしていきたいと思います。若干長くてすいません、はい。ですね、今回のお話は企業開業時には絶対に知っててほしいんです。だけれども、内容としてはすごく深いし、実践していく段に落とし込むには非常に難しい内容なんですね。だけれども、最初にその内容を知って実践をしようと頑張ってみようと試みるのか、全く知らないでそのまんまやってしまうかによって運命の差になる、非常に、後で楽に事業が続けられるか、集客が楽にできるかっていう根幹に関わってくるような話になるので、ちょっと大事な話なので、私の方でお伝えさせていただこうかなと思って録画を撮っております。ですので今回のお話は少し難しいと思います。だけれども、なんとかしろと努力してみてください。そうするとその後の経営がとても楽になります。ということで始めていきたいと思います。はい。まずですね、私著書を書いてます。1作目、一番最初に書いた本で、こういう本があるんですけれども、しっかり稼げる自宅教室の開業集客バイブルということで、この本を今宣伝したくて言ってるのではなく、今日のお話に関わるところのページがねあるんです。まず一つがこの44ページに書いてあるこの1位になれる場所を作る3つのポイント戦略っていうことと、あとは、60ページですね、戦略と戦術を間違えない無駄のない教室集客の考え方、ここに関わってくる内容なので、そこも解説しながら、他にもちょっとご紹介したい本があるんです。後で紹介しますけど、なんでこう派手なんでしょう、こういう感じの本はですね、はい、こんな本もあるので後で紹介するんですけど、まず事業設計というのを考えた時にですね、楽にそれが集客できるかどうかっていうところは、もうビジネスモデルによるっていうところなんですよね。ビジネスモデルによるっていうところは、教室とかそのレベルとかはそんなに大規模なものじゃないんですけれども、よく言うのはですね、対象者で、私クライアントさん生徒さんとお話しすることがあります。例えばですね、教室集客を初めて、そうですね、パートを辞めて、初めて教室で自分の好きなことで食べていきたいっていう方が目指したい月商が大体30万っていうのは聞いてます。大体パートとかが手元に入ってくるのが10万とか15万以内だからです。で、15万くらい稼げればいいっていう方はまず15万稼げないので、手元には大体7、8万と思った方がいいです。原価って言われる材料費とかいろいろね、そういうものとかもかかってきたりとか、道具買ったりとか機材買ったりとか文具買ったりとかいうのも引いてって手元に残るお金なんで、大体データ取ってるとざっくり5割ですね、手元に残るお金は。30万だったら15万、そんな感じだから、パートとあんま変わんないんですよ、見入りとしては。ただ時間の制約とか縛られ感がないとか、あとは自分が楽しくできてるかどうか。でももちろん一国一城ならずですから、責任も重たくなりますけどね、クレーム処理は自分で引き受けないといけないですし、店長さんがいるわけじゃないので、その重さはあったとしても、好きなことで独立してやっていきたいっていう人には、企業開業っていうのは絶対楽しいし、いいことなんですよね。で、30くらいはまだ好きな対象者レベルでもまだ OK かなと思いますけど、月商50とか100欲しいって言ってくるとですね、そもそもビジネスモデルが稼ぎにくいモデルをご自身が選んでしまっている、ないしは対象者を稼ぎにくい、言葉は若干悪いですけれども、そもそも世間一般的にですね、その世代はお金ないよねっていう世代あるじゃないですか。そこの世代の人をご自身がターゲットにしている場合には、集客も厳しいし収益も厳しいんですよ。だからその段においていっぱい稼ぎたいんですって
まあ、途中で気持ちが変わるのかもしれないですけどね、そういうふうに思ったとしても最初からそこを狙いに行くとどうしても難しいっていうエリア領域があったりするんですね。なのでその考え方が、まあ、あの 教室営業でいうと小さくビジネスモデルっていう感じなんですね。本当の大きな事業で考えるともっとあのリサーチとかすごくいっぱいあって、そこの勝因があるか勝機があるかとか、あとは事業計画書とか作ったりして社内をプレゼンテーションで説得して初めて会社のお金を引き出すっていう段に至るのが通常なので、まあ教室事業の場合には自分が社長で自分が従業員ですからね、やりたいんですいいですねみたいな、その即断即決ができちゃうのはいいんですけど、その分無計画にねいろいろやったりする、誰の目も入らないからです。だから事業計画書っていう固い言い方じゃないですけれども、あのその事業は果たして儲かるのかみたいなのをやっぱりある程度の根拠を持ってリサーチするっていうのは非常に大事なことだなというふうに思ってるんです。あの大概ですね、あの教室開業企業系のすで、にやっている先生だったとしてもです、10年とか15年やっているとしても、その先生の相談に乗ったとしてもですね、この話っていうのは案外考えないでやってる方とかも結構多かったりする領域なんですね。でビジネスモデルの方はどちらかというと、まあ、戦略と言われる部分になります。でそれを実現するためにいろいろ何かを動いていく、まあ、それが SNS で告知するとか、ホームページ使って何とかするとか、広告使ってどうにかするとか、チラシを撒いてどうにかするとか、そのあたりの方がどちらかというと戦術になっていくっていう概要なんですね。ですから戦術一生懸命やってもですね、少し残酷なことを言いますけれども、 SNS でどんなに頑張ってもですね、そもそものビジネスモデルが稼げないモデルを選んでいたとしたら稼げないんですはい、なのであの戦術に移る前に戦略の部分をしっかり考えないと、どの道あの儲けたくないっていう場合だったら全然いいですよ。世の中のために役に立って、あのお母さんの笑顔を増やす、自分の家のお金を持ち出してもいいということであれば、それは全然考えなくていいです。なのであの収益とかを考えない採算度外視の満席が続く教室があるのも知っています。なのでそこは自分がどっち行きたいかですよね。何も稼ぐことが教室の成功ではありませんし、人に喜んでもらえたら私はそれで嬉しいということであれば、あの趣味の領域になるので自分のお金を持ち出したって全然問題ないと思うんです。あの家族と旦那さんが OK とかであればですけどね、はい、趣味の領域なので、そのあたりをどう考えるかっていうところですよね。でまあ、戦略と戦術っていうことも少しだけ詳しく言うと、戦略っていうのは、まあ、あのどういう形でやっていくか、まあ、ランチェスター戦略っていうのがありまして、弱者の戦略っていう、まあ、本があるんですけどね。要はあの個人事業主が大手の、まあ、私ってパン教室の時とかで言うと、例えば個人事業のパンですから、大手っていうといわゆる皆さんがご存知の ABC クッキングスタジオとかですね、パンの方で言うとジャパンホームベーキングスクールとかですね、あとは外の、渋谷にあるのなんだっけな、まあ、いわゆる何かそういうものを教えてる大手のお料理教室ですね、まあ、そういうようなところが大手っていうことになります。皆さんの業種業態領域によって大手っていうのは違うと思うんですけどね。広告宣伝費もたくさん使えるし、いろんなメリットとかね、テキストが充実してるとかいろんなメリットがあるんですね。だからそことを比べられるっていうことを考えた時には、やはり特徴とかがですねないと、まあ、選ばれない、まあ、コンセプトっていう言葉でよく言ったりとかしていますけれども、まあ、そこと必ずしも張り合う必要はないんですけど、分かりやすいのでね、一般の方は比べるときに比べやすいです。だから大手にない魅力とかがないとですね、当然通っていただけないですし、他の教室との違いとかが明確に分からないとですね、通う理由にならないんですよね。時間とお金をかけてそこに行くっていうことなので、ですからそれをじゃあどういう領域で自分は戦っていくかっていうか、見せていくかっていうことを、まあ、考えるのが戦略の方になります。でそれを実際に実行する段において、どういう手法を使ったら、どういうツールを使ったらいいのかって考えるのが戦術のプランになるんですよね、うん、
ん、ここをごっちゃになってる人、ないしは戦術ばっかり頑張ってる人、そもそもの戦略なしに戦術だけ、あ、 SNS、 インスタグラムが流行ったからインスタグラム覚えるで、そしてそのインスタグラムはどう使うんでしょうとかね、どう使うかが決まってなくてツールを使っても無駄打ちになるだけです。ランチェスター戦略はよく兵法、戦争ですね、それにまあ例えられるわけなんですけど、戦術も例えば槍を持つのか鉄砲で行くのかライフル持つのかとか戦車で行くのかとか、まあ、そういう話になっちゃうので、あちらがですね、飛び道具と言われる、要は鉄砲でバーッとライフルでガーッと撃ってくるような時にナイフで戦いに行ってもダメじゃないですか。すぐに撃たれて殺されちゃいますよね。だからそのまあ、ライバルと言われるところが何なのかっていうのも含めてなんですけども、そこと競合するときに自分がどういう立ち位置で見えたらいいのか、どういう状態で、選ばれたらいいのかっていう、まあ、場所を選ぶとかっていうのも当然必要なんですよね。自分が目立つ場所、目立たない場所にいると当然目立たないんですよ。なので、まあ、その件がさっき言った本の中に、ね、書いてある3つのポイント戦略、1位になれる場所を探す、どこでもいいから、どういうセグメントっていう立ち位置にすれば自分は1位になれるのかっていうことを考えて1位になる場所を探すっていうことなんですね。例えばここに書いてあるのは立地の優位性とかですね、私のパン教室はすごく遠かったです。駅から20分とか歩きだとですね、歩かないです皆さん、バスで8分か、もう2駅はバスで20分なので決して地の利がいいところではなかったです。でも飛行機、新幹線を使って通っている生徒さんは結構多かったです。だから優位性というよりはもうそれでコンセプトで引っ張ったとしか言いようがない状態でやったということですね。優位性がなかったからです。あとはサービスの優位性ですね、内容、価格、時間、提供方法ということで、私はやってないですけれども、例えば視点を変えればですね、いわゆるパン教室とかが10時2時とかに通常固まりますから、高年齢層向けの朝の散歩とともにパン教室どうですかみたいにして6時にやるとかですね、ご自身が大丈夫ならばということですよ、うん。あとはその昼より逆転してる人たちでもパンを作りたいっていう人のための夜のパン教室とかですね、そういうこともずらしてっていうことで考えることもできますよね。ずらして成功した例としては、例えば銀座の花屋さんとかの自動販売機だったかな、確か、普通の花屋さんか、夕方からオープンしてっていう、その夕方からって要はホステスさんにお客さんがプレゼントするための花を主に作る、花束を作るお花屋さんは朝からじゃなくて午後っていうか夕方近辺、要はそのお客さんたちが買ってくれそうな時間にそういう人が喜びそうな花を仕入れておいて、それの花束を作って繁盛した店の話とかですね、聞いたことあります。なのでお客様の層と提供するべきサービスのやり方を考えると、まあ、全然違う一番、単なる花屋じゃなくなるわけですよね。そういう一番っていうのを作ったりすることができます。あと客層の優位性ですね、年齢とか趣味嗜好とかライフスタイルとかで、まあ、誰に提供する、この3つを上手に組み合わせると一番っていう領域を作ったりすることができるんですよね。で教室開業の方の話とかを聞いていると、自分の経験値をなぞらえる形で教室を開くっていうのは非常にやりやすいし、共感もしてもらえるし自分も楽だしっていうのはとてもよくわかるんですが、例えば月商50万稼ぎたいんですって例えば思ってるとするじゃないですか、その方が。それなのに例えば自分が子育て世代で子供を育てているからということで、30代とかでお子さんがまだ1歳から3歳とかですね、で、まあ、子育ても忙しい、時間がない、自分の趣味とかも削ってでも、まあ、お子さんの方のですね、例えばもうちょっと大きくなるとこの習い事とかになるのかな、そういうのも、例えばそれが
子供を産む前はバリバリ稼いでいたキャリアウーマンだったとしても、旦那さんとの役割分担においてかなりこう育児家事に時間を割き、当然職場復帰はできない状態で在宅でできるようなタイプのスキルじゃない会社員時代だったとしたら、一気に収入がなくなるわけですよね。そうすると本人がいくら習い事をしたかったりとか高単価な商材を買いたかったとしても、その時期は難しいっていうケースがあります。ということは、例えば月商50とかにしたいっていう場合には、そこそこの人数とそこそこの単価でやらないとまず無理なんですね。そうすると子育て世代のそこをママを狙ってでもそこを行きたいっていうのは、まずビジネスモデルが破綻してるということになります。そうするとどっちを優先するかです。やりがい生きがい優先してお金はいいっていうことにするのか、収益を優先するんだったら提供したい相手を変えるしかない場合もあります。まあ、とはいえですよ、例えば、そうだな、ミッキー、私はディズニーそんなに興味がないんですけど、ディズニーの英会話教材ですか、これ友人から聞いたんですけどね、お子様の、まあ、英才教育のためになんでしょうけど、100万とか払うわけですよ。一見その子育て世代お金がないと言われている世代で、だから突き抜けちゃうとどっからかお金が出てきます。まあおばあちゃんとかからとかもしかしたらもらうのかもしれませんけどね。なのでそのライフスタイルと世間事情とお財布どころですね、それはやはり見る必要があって、これ事業モデルを組むときにそもそも論として必要になってくる話なんですね。だから私の場合にはもともと事業としてやるつもりでしたし、あまりこう熱が出ましたから休みますとか、不確定な要素で自分のスケジュールが狂うのもあまり良しとはしない状態でやってましたので、やはり 5,60 代の安定したお子様も巣立ち、ご自身のためだけにお金を使える、しかも私たちのさらに上の段階の世代って案外まだバブルとか割と高度成長期のいい時代を過ごしているので、年金も結構多かったりとか貯蓄も多かったりとか、お給料が右肩上がりでどんどん上がっているいい時代の方たちなんですよね。だから結構心にも余裕があるし、自分のことにお金を使うことにそこまで罪悪感ない方も結構多いんですよ。なのでそこを狙って私はパン教室をやっているので、疲れないように手ごねでということで整形を楽しみとか、まあ、いろんなコンセプトはつけてるんですけども、そもそも安定して通ってくださる、お金に余裕があって自分の自己投資を楽しいと思ってやってくれる、礼儀正しい 5,60 代の女性マダムですね、そこを中心に考えていましたので、だから割と高めの値段のパン教室を作ることができてました。8000円とか9000円とかですね。なのでどこの領域で自分がやっていくかっていうのを考えるのが、まあ、戦略だったりとか、あとはビジネスモデルの構築っていうところになるので、教室をやるにしてもですね、例えば月商100とかっていうと単なる教室だけだともう無理で、教室開業講座、先生を教える講座、先生になりたい人を教える講座だったりとか、違う事業企業さんとのコラボとか、まあ、そういう多角経営しないと月商100はどうしても作れないので、そうするともうちょっと法人向きな仕事になっていきますので、そういうスキルがないとダメだったり、法人だと個人よりもさらに厳しいので、それをアピールしていく自分のポイントとかを作っていかないと難しいので、私は個人もやってましたし、法人も別に普通にやってたのは、自分がもともと法人営業もやってたので、パン教室になったとして法人からオファーが来ても別に驚かなかったっていうのが、まあ、一番大きな要因だったかもしれません。あと法人でやっていくべきマナーとかも当然知っていたし、見積書はどう作るのかとか、契約書はどうやっていくのか、納期をどう考えていいのか、請求書の納期じゃない、ごめんなさい、入金ですね。例えば60サイトとか言われるとね、60日後に入ってくる、その間のお金は自分が持つことになるようなあれになるのか、半金で契約して半金先に入れてもらって半金生産にするのかとか、それはもうサイトっていうものが企業さんにはねあるんで、締め日とサイトがあるんで、月末締め30日後入金とか、月末締め60日とか、やっぱ90日って言われるとちょっと長いなっていう感覚ありますね。せめて30日後ぐらいまでには入れてほしい、企業さんと付き合いたいよねとか、その間ね、そちらの企業に何かあったらこちらは取りっぱぐれになってしまいますのでね、そういうことも含めて企業さんとは契約を取っていくっていうこともあったりするので、
要は大きい規模になっていくと、そもそもの対象ターゲットとか戦略が変わってきてしまうんですよね。なので一番最初だからこそ、私って誰を対象にしてどうやって稼いでいったらいいんだろうをシンプルに考えてほしいんですよね。好きだからっていうことじゃなくて、逆に言うとですね、ビジネスとして考えるなら、自分が、まあ、嫌いなことはやらないですけれども、ある程度まあいいかなと思う領域で提供できるサービスとかを自分が持ってるのであれば、例えば私の場合だったら低糖質の講座、パンもそうですし、スイーツもそうなんですね。これは他の人がその当時そんなに やってなくて、需要があって、で私も求められて技術があったっていうことで、めちゃめちゃすごく好きで超積極的にやってたわけではないですが、求められることに対して応えられるという喜びは当然ありましたから。そして人が求めるっていうことは、集客はものすごく楽なんですよね。ほとんど集客頑張らなくても普通に満席になっていたので、そういう状態を最初から自分が作ることを決意するかしないかっていうところも、集客が楽になる大きなポイントの一つになります。はい、なのでどの領域で自分は戦っていくんだろう、やっていくんだろうということを一番最初にね、考えてほしいんですよ。で、こちらはそのランチスター戦略経営の、まあ、歌っている方たくさんいらっしゃるうちの、まあ、老舗の方というかドンみたいな方で、武田陽一先生という方がいて、まあ、この方のプロ社長という本とかにもね、まあ、社長業のあれで、まあ、書いてあって、たまたま今手に取ったんで見てるんですけど、お客様のその戦略を組むときにですね、まあ、売り7部に商品3部、商品3部売り7部っていう言葉とかもよく使ったりとかするんですが、まあ、商品があって、で、まあ、そこのお客様作りですね、例えば営業地域対策とか業界客層対策、まあ、どこの営業地域にするのか、通常教室は地元ですよね。でも私全国区でもともとやってたので、普通に飛行機と新幹線使っても来てもらったらいいなと思ってやってたんで、ちょっと変わった戦略でやってたんですけどね。あと業界客層対策、誰に売るのか、さっき言った年齢層とかね、そういうのも含めてです。で、営業対策どうやって売るのか、まあ、こっちはどちらかというと戦術の方になってくるんですけど、でさらにそのお客様が通ってくださったら、どうやって長く通ってくださるかっていう顧客維持の対策ですね。でここ部分と、あとはまあ商品、どの商品を中心に外に見せていったら経営効率が図れるか、デパート型はあまりよろしくないっていうのは、私ここ最近皆さんによく言ってるんですけど、要は何でもあります。私パンできるし、お菓子できるし、雑貨もできて、何も教えられて、これもあれもって、たくさん教えることが できるのを全てメニュー化して見せてしまう人は集めにくいです。今はどちらかというと、やはり専門特化して教室の方が好まれる傾向にあるので、商品対策っていうのもまあ考えていかなくちゃいけないですね。まあ、あとは内部対策ですね。まあ、従業員とか皆さんの場合にはいないので、従業員とかいると本当はそのスタッフのこと、どうやって力を発揮してもらうかとか、資金と経費の配分とか、まあ、そういうものをまあ考えなきゃいけないんですけれども、なのでこの武田さんはその売り7部商品3部っていう考え方を持っていて、ものづくりが得意な人はこのなんか比率に納得いかないでしょうって書いてあるんですね。要はこの商品さえ良ければ買ってくれるはずみたいなところはあるんですけれども、商品がいいのはね、当たり前なんですよ。で、当たり前なんだけれども、それを知ってもらうための努力として、確かに売りっていうところでどうやってプロモーションしていくのかっていうところで、売り七分っていう言葉を、まあ、武田さんはね使ってるわけなんです。ただ私はもちろんそこには賛成だし、それは素晴らしい考え方として理解できているんですけれども、もしも圧倒的に例えば求められる領域、その当時になくて自分がそれを提供できるような領域になってくると、そもそも商品と言われるそのコンセプトですね、そちらの方の作り方を、圧倒的なものを作ることができると、売りっていう方の部分の労力がかなり軽減されるっていうふうに思っているので、私自身はそこまで肘をかけて売りっていうところの方ではなく、商品構築、そもそもそれを言ったら
目の前にポンと出したら皆さんがよだれを出して欲しくなるみたいな商品作りできないかなっていう方を考えるタイプなんですよね。だから、武田先生は73かもしれないけど、私のイメージでは55かなっていうところですね。あの商品設計のところが肝かなと思ってて、それがいいものを作れると本当に集客が楽なんですよ。だからあの売りって言われるその活動の方に肘をかける前段階のところをかなり一生懸命作り込んでおくと、集客活動とか制約活動どっちも楽になるので、私は商品設計ビジネスモデルですね、こちらに実は一番力を入れてほしいなというふうに考えてます。1位になれる場所を作るっていう意味でもです。あとはなれなかったら何か自分がスキルを足したら作れるんなら、そのスキルを足してもやった方がいいっていうのはビジネス的な考え方になりますね。なかなかそこまでやって教室やる方いらっしゃらないですけどもね。求められるものが分かっているのであれば、その方法を考えるのも一つですし、これだけ教室が増えてきちゃってると掛け合わせの魅力っていうのを作っていかなくちゃいけなくて、1個より2個、2個より3個、何か持ってるものを掛け合わせることができるとより魅力的な教室を作っていくことができます。私の場合にはパンと写真っていう講座とか持ってましたけどね、パンを作ることも教え、同時に空き時間、発酵の時間で写真を教え、出来上がったらみんなで写真を撮って食べるみたいな、あの2つの講座を同時に習えるっていうあの講座でしたけどね、はい、まあ、そういったあの掛け合わせっていうことでやっていくこともできます。なのでそのマーケティングと呼ばれる売る方法ですね、売る手法とかを考える段においては、まあ、戦略的にまず考える必要があって、でそれをあと戦術レベル、活動行動レベルに落とし込んでいくっていうことが必要になるということですね。なので少し頭をね、教師の先生であっても柔らかくしてほしいので、2冊ぐらい本を紹介したい本があって、両方とも私、ね、同じ出版社 SP新書ってとこが出してるから黄色くなっちゃうのかもしれない、タイトルが長いですね両方ともね。まず永井さんっていう方が書いた、コーラの人じゃないかな、これ確か、そうですね、100円のコーラを1000円で売る方法っていう本が最初あのヒットした方なんですけど、この永井さんの、ね、本が、これ一体どうやったら売れるんですかっていう、まあ、そういうどうやったらその商品売るのみたいな感じの顧客心理であったりとかですね、それを読み解いているので、いろいろなことを考えるのにあの面白い本です。これ6章とか面白いですよ。これ女性の太った財布には何が入ってるのかっていうね、これ面白かったですね。あとこれ第4章、あの行列のプリン屋が火事の理由とか、まあ、教室もこれに似たような感じはあるんですけどね。キャリーパミパミはなぜブレイクしたのか、イノベーター理論とキャズム理論とか、なかなかねこれ読み物として読んでも面白いです。あと売れないものを売る方法、だからもうこれはゴリゴリに売っていくっていう方ですよね。商品を通っていうんじゃなくて、物を買えずに売る方法なので、うん、これはこれで技術知っててもいいと思いますよ。うん、これね、ダムでカレーが、水族館でパンが飛ぶように売れる理由とかね、もうその商品を例えば親の代から扱っちゃってとか、どうしても売らなきゃいけない人は売ることを一生懸命考えないといけないんですよ。だけれども教室の先生とかだと、まだなんか自分が覚えればどうにかなる領域とかってあるじゃないですか。だから、まあ、工夫すれば物は何でも売れる、何でも売れると思います。ただ私の場合には自分が好きなものじゃないと売れないっていう条件がついちゃうんですけど、あの有形無形のものを、物はね、いろんな方法を使えば何でも売れるなっていうのは、いろんなことをやってきて思う私の、あの感覚です。なんでこちらの方もね、あのぜひ参考にしていただいて、あのよかったら私の方も参考にしていただけると嬉しいかなと思います。はい、なのでまとめますとですね、一番最初起業時ですね、コンセプトと言われるそのベースの部分をしっかり考える、勝てる戦略ですね、どこの領域でも一番になれる自分のものっていうのは作り出せないのか生み出せないのかっていう、まあ、商品設計と言われる部分なんですけど、ここを必死に考える、まずはですね戦略の部分です。で
その段においてはあの他にはないものとか、まあ、いろんな要素を加味していく必要があるので、リサーチ力はどの道必要になります。その上で戦術と言われる SNS 使う、メルマガ使う、チラシを使う、何を使うっていうのをどれが一番有効か考えて使っていくっていう、この順番を間違いないっていうのが一番伝えたいことです。なのでいきなりあの起業したからってブログ書くのはどんなに危険なことかお分かりになると思います。まず集客できません。あのこれ断言します。あの何も考えずにただ日記みたいに書いただけでは人はそのサービスを受ける気持ちになりませんしね。なのでここ間違っちゃってる人結構多いので、そのあたりを気をつけてみてください。それでは。